まさくんちら。カラオケすな。今日はねちょっとねカラオケ配信をしてみようと思って、初の試み。ちょっとやり方もねよく分かってないんですけど。こんばんみ。マイティ最近すごく気になって公園とかも、ありがとうございます、嬉しい。唐揚げに見えた、唐揚げ配信。こんばんは、お疲れ様、お疲れ様です。ね、ほんまにお話し会楽しかった。次は来週、来週まで待たんといけん。こんばんは、まいちゃん緑の服を気がする。確かに、あ、でもねこのニットと昨日お話し会で着てた緑のパーカーしかないかも。そう、結構ね深い緑とか好き。泣き見せ密着の動画でまいちゃんのこと好きになったよ、嬉しいよ、嬉しいよ、ありがとうございます。ちなみにこのありがとうございますの言い方はアンジュの真似。いやありがとうございますってこうスーって言うんですよアンジュは。唐揚げ配信楽しみ。じゃあね早速唐揚げの方を揚げていきたいと思いますって。なんでカラオケ。まいちゃん2日間お話できてよかった、嬉しい。まともに楽しかった。こんばんは、わんこそばコーヒーはいかが。コーヒーはあまり好きではありません。頑張ってください。さっき前めっちゃツンデレのメール送ったから、後で届いてるかな、まだかな、ちょっと見てくださいね、また夜送るけど。こんばんみー、パッパッパ。そう、なんかね何曲かこれ、え、これあのもういいね。1番は分かる曲とかあるんですけど、2番分からへん曲とかじゃないですか。これなんかメンバーの方って2番まで最後まで歌ってるんかな、なんか長く感じるかなと思って、1番だけとかの方がいいんかな、どうなんやろ。あ、またメール送るね。今日はねチャイナ服を着ました、お話し会で。チャイナチャイナチャイナ、チラチラ。マイティのモバメ好き、嬉しい、いっぱいお送ろ。グループ名やキャプテンと別発表するの、え、ちょっと実は前も分からへんくて。ごめんなさい。ツンデレマイティですか、スカー大好き、おつまいに。あ、1番でインク、え、そうですよね、やっぱりなんか1番、あ、1番やったら結構長くいっぱい歌えるかな。中国語お願いします、おわいに、合ってる。ちょっと、中華料理めっちゃ好き。あ、そうそう、今日はね今日もこの子がいるので、じゃあなんか座っとってもらおうかな。昨日と一緒。今日のリップは前もつけてたかも、このねロム&さんの、あ、 YouTuber、 そっか韓国語読まれへん。例えばね、グラスティングウォーターティントのハッシュタグ03番ブリックリバーです。ダメだ、 YouTuber ダメや。こんばんは、こんばんみ。来週お話会行く、楽しみ楽しみ。ツン 100% でお願いします。絶対ちゃうやんこれ。平山さんこんばんは、こんばんは。サンタ帽ね、なんか季節的につけん方がいいかなと思って、つけた方がいいかな。ぴょん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 、こんばんは皆さん。
今日は目薬まだつけてない。顔文字の真似。こんばんは。何歌うの？なんかね、昨日のねブログでリクエストしたんですけど、間違えた、リクエストされた、ちゃ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 、リクエストを受けたまわった、ん？でリクエストを受け付けられた、違う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 、リクエストを受け付けたですよね、ブログで。巻いて緑の服好きな、結構好き。あとはね、なんかね、若菜がよく着てるあの水くすんだ水色みたいな色も好き。え、あの皆さん歌ってほしい曲を、一番だけでいいっていうことが分かったので、歌ってほしい曲を、名前が声低い前が歌えそうな曲、皆さん募集してますよ。今も天神姫歌いたい、前歌えるか知らんけど。前髪の巻き方、なんか前女性 YouTuber みたいになってる。もうね、長さはこれくらいで、ほんまにコテをまず一回軽く通して、次ピュッてやったらこれになりました。こんばんは。歌詞はこうやって歌詞出てきますよね。おさらいしましょう。僕は愛されていない、最後の方頑張ってください。ありがとうございます。びっくりした、ブログのコメントにすれば。でもね、もう今ブログ見られへんから、全然ここでなんかしてもろて、してもろて。こんばんは。なんかね、うる覚え、うる覚えの曲が多くて、そう、なんかウィルビーアイドル公演の曲も歌いたいな。ラブ修行、セブンティーン、恋なんかノーサンキュー、隣のバナナ、チューズミー、制服が邪魔をする、最後のカタルシス、なんや、あと最後のキャタルシス、キャキャ待って、星空のキャラバン、あ、星空のキャラバン、いい、最後のカタルシスらしくない、僕が負けた夏、なんやっけ、待ってました、新学期、高嶺のリンゴ、夢に色がない理由、夢に色がない理由、風和の、それでは聞いてください、絶滅公開中と。わかるかな、フーアはあのウィルビーアイドル公演のね、あの絶滅黒髪少女の曲振りをしてるんですよ。そうで、なんかフーア的にはかっこよく言おうとしてるらしいんですけど、そのせいかめっちゃ早口で、でね、初日公演から2回目の公演ってもう思い切り噛んで、もうめっちゃ笑いこらえた。チューズミー、セブンティーン、キャラバンいいね。舞が初めてユニット参加した曲。奥歯決勝、わ、奥歯ないサビしか分からへん、まだ、ごめんなさい。夢逃げアカペラ、逆転王子様、逆転王子様もサビしか分からん、サビしか分からん曲しか多いな。三日月、欲望もの、星空のカタルシス混ざっちゃった、熟した新学期、めっちゃエコー聞かそうかな、じゃあ高嶺のリンゴ、お乳の上向き、初日、ま、初日どんなんだっけ、初日 AKB さんの曲ですよね。なんかね、決勝聞きたいって方めっちゃおったから、さっきいっぱい聞いた。あ、初恋至上主義めっちゃ好き、おにゅうの夢できた、なんかね、夢でキスミーね、
入ってないって言ってたらしいんですけど、やっぱ風和かな、なんか DMM じゃないな、これ何さんやろ、このカラオケの機能についてないらしくて、夢のキスねえ、アイカ笑ってもうてたもんあれちょっとね、あの客席からもね、あのクスクスが聞こえました、チラッあ絶対黒髪少女風和や。でもな、緊張すると思いますよ、だってもう噛んだらあかんとこやから、逆にそのプレッシャーでね、多分2番目のドアを開け、はあ、スイカベイビー歌いたい、めっちゃ好き、リセット、夏がいっちゃった、歯ダダイ、嘘のテピン、彼女になりますか、涙涙の湘南、それでは聞いてください、だってだってだって滑舌悪うあ、ダムさんなんかな、昨日グーの寝てちゃうくらいに、え、どうしよう、君のことが、え、ちょっとね、 A メロ B メロが分からへんやつあるかな、なんか大体歌うやつもね、まあ、サビばっか歌う、リフ、あ、冬将軍のリグレット、リフジンボール、もう好きな曲いっぱいあるから正座して恋をしましょうこれじゃあ歌ってる途中でもあれしてくださいね、あれリクエストしてくださいね、隣のバナナは青すぎる、秘密じゃない友達はI love 豚まんちょっとじゃあ一回イヤホンつなげてみようかな、そう今日ね私 iPhone のイヤホンがね、なんか片耳聞こえへんくなっちゃって、今日買いに行ったんです、 iPhone のイヤホン、 iPhone のイヤホン、これでイヤホン、あ、ちょっとあのね、今充電がね結構ピンチという名のピンチなので、途中充電タイム入るかもしれないですね、聞こえますか、カラオケにもオーバーチャーあるよ、歌うってことですかタララーン、聞こえますか、なんかこうやった方がいいんですかね、結構なんかね、前ね、前ショールームで見せたね、この100均のマイクがあるんですよ、練習用に使おうと思って、これいいですねカラオケ配信っぽい、聞こえます、なんか字がおかしくなった、なんやろ、あれかな、コメントかな、ふんふん、50枚っていかんじゃ、わ、カズさんハートありがとうございます、キュンキュン、いい感じ、ちょっと一回じゃカラオケ配信に切り替えてみますね、あ、もうあかん、あかん、ちょっとあかんあかん、あれちょっと切り替え方がわからんちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、あれちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってくださいね、たんまたんま、あ、あったあった、よかったよかった、カラオケ配信っていうのがありました、あ
あー一回押します。なんかどうしようこれ。リバーシブル、このリバーなんちゃらって何ですかね。レベル、分からん、なんやろこのね。 BGM 音量は多分あれですよね。ポンポン、あーあーあー、びっくりしたびっくりした。おーなんかすごいこんなこういうスタイルでエコー機能もあるやん。リバーブかなこれ。2ぐらいにしとこ。じゃんじゃあ最初はあるんかな、今ねやってるあれなんやっけ。今度画面皆さんに出てるんですかね。それは出てない。ビルビアアイドル公演のいっちゃん最初のあれ、どこ押したらいいんやろ。人を好きになるって切なく辛いものね。あの日があなたにラブシュを。あ、これがエコーか。浮かぶようにふわふわと歩いてる。そう夢見心地で世の中のすべてのものキラキラ輝く、そんな気がしてた。甘くはない
とうございます。なんかごめんなさいね、あの声が低いもんでひっくり返っちゃった。ありがとうございます。なんかさっきいっぱい誰やろあれ、ゴンさん、ゴンさん、千代ちゃん、ケンケンさん、ケンケンって呼ぼ。ミラーボールありがとうございます。光ってた。山田さんパチ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 ありがとうございます。あ、ゆいとくんもパチ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 ありがとうございます。え、なんかマイクの距離とかこれぐらいでいいんかな、このリバースかな、があれか、エコーか。嬉しい。そんな褒めないでください皆さん。ちょっとそんな嬉しい。が、残卓さんもパチパチありがとうございますですね。ラブ修行はね、公園で、大丈夫。歌声めちゃくちゃ、ほんまですか。 めっちゃ声低いと思ってた。褒めて伸びるタイプと、病は褒めると調子に乗ってあかんくなるタイプちょっと待ってくださいね、部屋が熱い。あった、好き、かわいい、天使、何言う歌を。お披露目の時から思ってたけど本当にいい声してる。嬉しい。あ、漢字のプリントやこれ学校のアンコール、もう一回歌うありがとうございます。じゃあ次はどうしよう。前がね、鉄砲隊さんの公演で一個好きな、あるかな曲、ちょっと調べてみます。ありますように。ねえ、ないかも。あれ、伸ばし棒いるかな。あった、そう、キャンディーが私すごく好きなので歌えるかな。じゃあ次は鉄砲隊さんの公演でキャンディーを歌います。いきます。
せになれる呪文みたい。 Everybody get everybody suck どこへ行こうか。女の子は楽天的、人生はきっとなんとかなると、いつも心で雨を舐めてる。あったあった。ギフト修造さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。末広さん音符ありがとうございます。嬉しい、いっぱい褒めてくれて。ゆうすけさん、何っけこれ、ミートボールじゃなくてミラーボール、ありがとうございます。あ、モバメ来た。皆さん見てください、前のモバメ、パチパチパチ、嬉しい。どうどう、たまにはちょっとそういうのもいいかなと思って。めっちゃかわいい、ちゅうちゃんありがとう。パチパチもありがとう。はじめまして。そう、次は何歌おうかな。楽しいカラオケ配信。なんか2番まで歌っちゃうのは、知ってる曲はじゃあ2番まで歌いますね。何歌おう。キャラバン、星空のキャラバン。お、金曜日の声見て前教師になりました。パチパチありがとうございます。マイティーマイヤーカさん、唐揚げ配信かと思った。カラオケね。歌うまいね、ありがとうございます。嬉しい、そんな。めっちゃ矛盾したメールが届いたと思います。星空のキャラバンは、あのあかりさんの、あかりさんの卒コンで、あのアンジュと一緒に、あのちひさんとかのと一緒にね、あのユニットを組ませていただいて、緊張した曲歌いあるかな、あ、あるんかな。そんな歌う曲決めててもなかったらありやし、何が基本なんやろ。あ、星空のキャラバン入ってない。 CD のん、何基準なんやろ。あるのは365日の紙飛行機。わー、いい、それ運勢いいわ。ご飯食べてたで遅れちゃった、ありがとうございます。来てくれてこんばんは。読もうと意気込んで開いたらめっちゃシンプルなツンデレメール。たまに前ちょっと短文メールも送りたくなるから。ワルキア、ワルキーとかあるんかな、あのワルティーバージョン。あった、ワルキー。あ、カップリング曲墓が呼ばれへん。カップリング曲が入ってないやん。ワルキー歌います。出るかな声、キー下げてみようかな。皆さん、ワルティーです。
のこと好きですか？私は皆さんのこと好きじゃないです。嘘です。大好きです。こんな感じ。ギフト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 読まんと。ギフトギフト、カツラさんハートありがとうございます。わゆうすけさんもおんぷいっぱい、わーありがとうございます。山田さんもありがとうございます。わーいっぱいやみんな好きで嬉しい。よかったですか。ワルティいつかねやりたい。メイはあのさゆさんが着てらっしゃった黒とピンクの方いつか着てみたい。イエーイ。めっちゃ褒めてくれるみんな嬉しい。クマイティもちょっと歌いたがってる感じやけど可愛い。なんか日に日に愛着湧いてきました。ごめんなさい、あの喉越しの音が聞こえるかも。喉越しの音。え、アイアンさんってどっち来てらっしゃいましたっけ。あ、次世代違うわ。10周年かの時ミカナさんがピンク黒で彩香さんがピンクの方かな。仕事終わり見始めたからかカラオケが唐揚げに見えてしまった。めっちゃ言われるそれ。お疲れ様です。お仕事カラオケほんまや唐揚げに見えるね。いつかできるように頑張ります。何しよっかな次は。あ、すごい、そっか、香水とかあるんや。ドルチェ&カッパーナーのさんのめっちゃ入りましたよね香水。エイトさんやったっけ。あ、ハート型ウイルスは舞がオーディションの時に歌ったんですけどね、もう緊張しすぎてもう目めっちゃ泳ぎながら、初めはピンとこなかったみたいな感じで。じゃあハート型ウイルスをちょっと初期に生まれ変わって、なんていうんやっけ、初心を戻す。歌ってる途中コメント読めないですもんね。そうだ、密着で確かあったか、ハート型ウイルス。めっちゃ棒読みで歌ってた。緊張した。前にね、あかりさんとかがいらっしゃって、まさかメンバーの方がね審査員してると思ってなかったからめっちゃ緊張した。
ト型ウイルス歌います。コールが聞こえました。ありがとうございます。ギフト、ギフト。ワンポールさん、パチパチありがとうございます。ユウスケさん、ハートいっぱいありがとう。あ、ケンケンさん、音符ありがとうございます。いっぱい。あ、ノートさんも音符ありがとうございます。わあ、いっぱいハートありがとうございます。わあ、かわいいって言われてる。そう、あなたよりなんかさやさんの。あんたのことが可愛いなと思って。ちゅうちゃんもありがとう。パチパチやられました、皆さん。嬉しい。こんなんでいいんかな、カラオケ配信。なんかめっちゃ褒められてるからちょっと恥ずかしいから代わりに。めっちゃ褒めますやん、ちょっとやめてください。ちょっとなんか顔かくなってきた。吸引タイム、吸引タイムじゃない、飲料タイム、違う、水分補給タイム。
ほんまに可愛い、嬉しい。クマ可愛いですね。こんばんは。じゃあこれは多分ね、部屋が赤いからなんです。部屋が赤いじゃない。部屋が暑いからなんです。これは初めまして、めっちゃ可愛いんですけど、ありがとうございます。何歌おう次。ラウンド1で NMB48 ヒットメドレー歌ったら全国1位。歌うまい。あ、お話かありがとうございました。今日も筋トレ、そうパパのパパティの筋トレ部屋。公演曲聞きたい。何がいいんやろ。ラブ修行はね、さっき歌ったんですよ。え、でもカップリングが入ってないってことは、何が入ってないやろ。セブンティーン、恋なんかノーサンキュー、チューズミー。あ、隣のバナナ歌いたい。あるんかな。隣のバナナ。ゼロ件って出た。隣のバナナなかったです。わ、カタルシス、セブンティーン。あー、どうしよう。かわいいな。三日月の背中。でもセブンティーンはもう10割8分ね、サビ裏がいってる。もういつもね、劇場もギリギリでね進めてる。あ、クレパスゆーちゃんさん、ハート、なんやろこれ、ハートありがとうございます。ハートの3分の2ぐらいのやつ。じゃあセブンティーン、どこやっけ、あるかな、セブンティーン、セブンティーン、AKB48。 ちょっと待ってくださいね、大文字になっちゃった。セブン、セブンティーンもないかも、もしかしたら。え、セブンティーンもない、どうしよう。セブンティーンもカップリングになるんですかね。今でも君が一番だ。チューズミー。慣れたこの知らせに戸惑ってる。そうやっとチームがまとまってきたのに、なぜ回そうとするの。で終わってみた。すひろさん、音符ありがとうございます。
ハート型があってバナナがなくて理不尽があるってね、何基準なんやろ。うまいですか、ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。嬉しい、そんなちょっと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 あ、じゃあちょっとあのあれの多かった、どんどん歌いますね。じゃあなんか歌声好きって言われるの、なんかそんな言われたことなかったから照れますね。あ、決勝はあるんや。やっぱ褒められたら調子乗っちゃうタイプですよ歌えるかな。なんかね、決勝一番しか分かんなくて、さっきねちょっと練習したんですけど。ありがとうございます。マイティのとこが好きだな。お話し会ぶり、あ、さっきぶり、やっぱり歌手だありがとうございますじゃあ決勝歌います。出るかな声。ありがとうございます。けんけんさん、ふわホーリーさんもお久しぶりです。さっきぶり、ミッシーさんもありがとうございます。ふわかつらさん、パチパチありがとうございます。いけてましたふわもいかちゃん、ハートありがとう。ね、決勝はあれ白組、あ違うか、ありがとうございます。どうする、褒められてんで何かね、さえさんが歌ってらっしゃったじゃないですか、あの卒コンで、その時になんかサビがすごい高いなと思って、えすごーって思いながら横で見てた。あ、白組の曲が合ってた。そう、多分ね、前公演の時とかもサビとかがね、なんか A メロ B メロを歌えるけどサビが歌われへんみたいなことがよくあって、そう歌声好き、嬉しいな。じゃあ次はどんどこどんどこ歌いましょうあれ押されへん、そっか、夢逃げなかったんか
あれはね、なんか前メイクさんにチーム N っぽいって言われました。ね、寂しいですね、チーム解体されるの。ねえ、寂しい。なんか全部の公演好きやったから、N プライドさんも誰かのためにさんも、これは3つけへんか。あ、 N っぽい、うそ、嬉しい。私もね、 N さんのあれがめっちゃ好き。あの焼けもっくいとか、ごめん愛せないんだとかの、もうね、うん、なんか自分も、もしもしそのなんかいつか昇格とかできるってなったらチーム N さんがいいなと思ってた。あ、焼けもごめん愛せないんだとか、あ、カップリングかな、あれ。じゃあちょっと私が好きな歌います。世界で一番好きだよ。
がとうございます。ちょっとね、今ギフトを読み直そうと思ったらコロナ収まればまた待てコロナ収まればまたちょっと待って読まれコロナ収まればまたちょっと待ってちょっと待って読まれちょっと待って山田さんのコメントがね、コロナ収まればまたチーズ製にチーズ製に戻ると思うチーム製にあかんツボに入ってもだカツラさんドルもありがとうございます。緑の音符もありがとうございます。嬉しい。わゆかちゃんハートありがとうございます。わゴンさんミラーボールありがとうございました。嬉しい。パチ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 ちょっとあかんちょっと一回つぼじゃつぼに入ったら止まらんくなっちゃう、ごめんなさいあかん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 面白いありがとうございます。あじゃあチーム曲は入ってないってこと？あかん、ほんまに面白い。ツボに入ってしまいましたね。あ、甘神姫歌いたい チームモッツァレラチェダーチーズとかね、伸びるチーズが好き。こんばんは。あのね、先から初めて来ましたって方おったんですけど、歌歌ってて答えられへんかった、ごめんなさい。はじめまして。わざとじゃないの、ごめんごめんなさい。前のツボが浅いだけいやもう100点ですよ。座布団50枚、チームゴルチームゴルゴンゾーラに昇格しましたとかね、サケルチーズに昇格しました言うて。遊びに行きたい、ありがとうございます。はい、切り替えましょう皆さん、チーズ配信じゃないですからね。よし。チーズ N。おもろいおもろい、もうあかん。歌われへん。歌う。じゃあ。甘神姫、あ、お、お、お、甘神姫。部屋に運び込んだデンマークのソファー、片隅
ノリで言ってしまったら全然歌われへんかった。失礼いたしました。あ、ギフトギフトホーリーさん音波ありがとうございます。いっぱい。ゆうすけさんもありがとう。ゆうかちゃんもありがとう。大丈夫でした？なんとかなんかアイピ来るって書いてんねんけど。ね、何事もチャレンジですよ。あ、あれ反対や。ほいほい、なんでアイカ見てんねやろ。見とってアイカの今日ね、アイカがお話し会の時の髪型やってくれたんです。何歌おさっき出た、何だっけ、僕らのユリイカ。あれ僕らのユリイカない？いやあるか。僕らの、あ、ユリイカって略したら出てこやんかった配信しながら見てる。ミントってミントっていいよ見て。しゃあないから。前愛か初見になってるよし、じゃあ僕らのユリイカを歌いますねめっちゃ変な喋り方。
あのちょっと想像以上に高くてびっくりしたごめんなさい。アイピー切っちゃった。あヨッピーバラありがとう。ヨッピッピヨッピッピパチパチ楽しいカラオケ配信。あかんあかん足がてててて、ずっと正座してた今。僕らもやっていいか。何歌おう。やっぱ声高くなりたいなって思った。そうやっぱりね、サビ大体歌われへんそうどうやったらなんかね、お腹から声出すってよく言うじゃないですか。それがねめっちゃ難しくて。おしそうな、涙の表面張力とかも、あ高いか。三日月の背中あるんかな。三日月の背中はじめまして。三日月の背中調べます。三日月のな、三日月の背中もないわ。やっぱないのが多いんですね。ねえ、はじめましてじゃない気がするパチパチありがとうございます。あとね、あ前めっちゃ好きな曲ある。公演はね、Nプライドさんも入ったことあるし、夢逃げも1回だけ入ったことあります。髪の毛サラサラ、あれ、クシどっか行った。クシあった近びっくりしたわ、え、すごい、なんかこれはいけますか CM 嘘です。ピークって何でしたっけ。ツヤツヤですか。そうね、髪の毛めっちゃ褒めてもらえるんです。前あのメイクさんとかにもたまになんかね、あのサラサラすぎてあのできひんって言われるありがたいのか。じゃあ舞が好きなじゃーん、あ
できたかもね。束縛されるのは嫌だ。君は君だ、好きなように生きろ。周りなんて気にしちゃつまらないよ。君は君だ、自由でいてほしい。悲しみに出会ってもすぐそばに僕がいる。どんな時も心配しなくていいよ。そばにいるとわかる。みんなのように上手に生きられない。君は僕だ、変なとこが似てる。本当は悩んでても不器用で、そうしても笑顔のまま変わらない。君が好きだ、僕は僕だ、すぐそばにいつだって君がいる。気が合うなんて奇跡に近い二人さ。こんばんは。そう、この曲はね、なんか自分の中でも何やろ、音程が歌いやすくて、音程かな、なんかギリギリ地声で歌える。そうなんです、そうなんです、そうなんす。あ、そうなんすはね、ポケモンのそうなんす、若菜好きですよ。そう、パチパチありがとうございます。ゴンさん、ホーリーさん、ありがとう。さあ、さっきねコメント見たんですけど、あのめっちゃ前にね、フーアが急にあの何っけ、バージニティ歌ってくださいみたいな。ああれや、明日よろしくの時にフーアがね、バージニティ歌ってくださいみたいな言ってたから、バージニティ歌おうかな。あ、お箱、お箱18番読めますよ。なんかなんでお箱が18番なんやろうと思ってた。17番じゃあかんのかなって。かわいい、早く会いたい、会いたいよ。もういつになったら直接会えるんですか皆様。喉の調子大丈夫ですよ。そう、ば、わ、ゆうちゃんハートありがとうございます。歌えるかな、バージニティ。バージニティも結構前からしたらね、あのあれ高いんですよ、キーが、キーっていうんかな。公園行きたくなってきたね。次はいつあるんやろ。夜ご飯食べながら見てる。ご飯進みますか。初見です、ありがとうございます。かわいい。じゃあ多分フーは聞いてないけど、いきます。ねえ、キスをしたあて、
室の底マット枠の空が砂時計カーテン引いたあなたが急に大人に見えるそう好きよ誰より好きは好きよ曲は私にはキーが合わなかったようでありがとうございます頑張ってくださいありがとうございますボソッと無理言うなちょっと出ちゃったケンケンさん音波ありがとうございますいっぱい山田さんもカズかぼちゃなカズさんかぼちゃさんって言いそうになったありがとうございますヨスケさんもパチパチありがとうございます多分フは見てないよ歌えんかったん？千代ちゃん、なんやこれパチパチ、ありがとう。ふぅあ、ごめんよごめんよ、とかね、ふわはさっきでもね、ショールーム始める前、ふわと電話してたなんかね、着ぐるみ買ってましたよなんの着ぐるみかはちょっと、なんやろ、お話し会できるんかな一応言わんとこ可愛かった、めっちゃ電話かかってきてまいち何してんの言われてえ、起床してるって言ったらなんでフーはすぐみんなに電話切られるって言ってわっなんかあれ来たから何歌おう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 急げ急げ何歌おう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 急げ急げミラーボールが終わる前に何歌おう何歌おう初恋至上主義初恋至上主義急げ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 初恋至上主義あ八急げ急げ主義あったじゃあ初恋至上主義歌いますね間違えた間違えたことが好きだあの気持ちは変わっていない始まりの息歌えらへんごめんなさい街で偶然ばったり会った何年ぶりだろうクラス会のテーブル以来田中は元気かどうでもいい話して君はシングルかなさりげなく探り入れた幼馴染って告白のタイミング照れくさくて言えなくていつまでも友だ初恋からずっと気づかれないように胸の奥で叫んでた愛は泣きプラビュー今更なんだけどこのまま見つめたいだって僕は初恋至上主義
こちらの曲もあの喉が苦しゅうて苦しゅうてありがとうございます。ミラブルいっぱい、ゆうすけさん、ちゆちゃん、山田さん、多分ね、あさんがいっぱいさっきやってくださった。母校へ帰るって最初どんなんでしたっけ。テレテレテレテテ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 、あ、歌詞最初なんでしたっけ。母校へ帰れ、びっくりした、勝手につけちゃったね。ピーク、ピーク、あ、ピークあるんかな。え、始まりの雪もどんなんやったっけ。歌、待ってくださいね。ピークあるんかな。あ、ピークないですね。あ、人はいくつに、あ、オネストマンもどんなでしたっけ思い出したねオネストマン、あ、じゃあれ命のへそや、あれなんや、ピーク始まりの雪、なんかね、多分ね、サビはわかるんですけど、 A メロ B メロが歌われへんっていうやつなんです、私はあ、あれか、君が好きだ、ね、恋なんかノーサンキューもね、あ、聞いてください、一個なんかねゆるびアイドル公演のあの最後の曲で夢に色がない理由を歌ってるんですけど、なんか練習の時からあの落ちサビにこうアンジュ、フーア、マイの3人でがだけが立って歌うところがあるんですけど、あ、こうもうマイがほんまに毎回毎回裏返っちゃって、でもフーアがそれに笑い耐えられへんくなって、そう、もう一時期ほんまに歌われへん時期があったんですけど、最近はちょっとコツをつかんでこういけるようになったんですけど、ほんまに面白くて、あれもゴンさん、かわいい、ありがとうございます。恋なんかノーサンキューとかあるんかな。あ、でもシングルやからそれはあるんかな。恋、お、ね、ボイス、なんか多分今の自分の歌い方やったら喉痛めそうな気がする。はい、行ってみましょう。ねえ、そんなに優しくされた、友達から始まった二人の関係、聴いている音楽も好きな映画も全然違って、だけどなぜだか笑ってばかり、時を忘れた私たちが付き合う可能性なんてゼロだと思う。なぜあなたが離れてくのに、いい人のまま
ことでしたか？顔熱いな。何曲歌うの？何曲歌おうと思ってた。でも1時間半も皆さんこんな甘いの歌を聞かせてごめんなさい。ごめんなさい。あ、末広さん音符いっぱいありがとうございます。何やこの顔文字。4年前夢逃げ公演の曲、夢逃げ1回しか入ってなくて全然曲を覚えて覚えれてない。何だっけ、最初何から、僕以外の誰か、そうなんですよね。なんかコンサート、先輩方がコンサートでやってた、なんかサビはいけるけど A メロ B メロがワーンってなる。ワーンってえ、転がる石になるも AB が分からへん、覚えなな全部。夢でキスみんな、ね、確かなかった気がするんですよ。ないね。隣のバナナってさっき歌ったっけ結局。だって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 ビンゴ。君のカップリング。七期のどこのルームおすすめですか？なんか平山舞ちゃんってとことかかな。ね、もうなんか夢逃げ公園ってほんまになんかもう暑いですよね。もうなんかすごい、ちょっとお茶飲みます。あー、ファーストラビットもめっちゃ好き。鉄砲隊さんの公演、そうあるんかな。ファーストラビットは、ファーストラビットってシングルでしたっけ。ファーストラビット、あ、高菜のリンゴまだ歌ってない。高菜のリンゴちょっと踊りたくなっちゃう。私はねやっぱ2番目のザー公演が一番行きましたね。公演がほな、ファーストラビット行きますね。鉄砲隊さんで歌ってるやつ。
ですね。ワカポンご両親の曲や。あ、なんか鉄砲隊さんの公演って自分たちで手取り考えた感じですよね、確か。最初の先になろう、コールしてくださってる。マイク触らんとてごめんなさい。ここ持たん方がいいんかな、こうか、あ、こうの方がいいんかな。安定してました、嬉しい。Everybody dance, everybody sing, look around, you go walk out。 あ、マイクだ。あ、そっか、皆さんにはマイクの音が入っちゃうか。そっと扱わないとダメですね。あ、オーバーテイクもめっちゃ好き。今僕たち目指すのは、さつきさんルームから来ました。もう名前変わりませんよ、めっちゃ。あ、白馬になった。あ、髪と、あー、ごめんなさい、後ろに下げますね。え、もう2時間ぐらいやってる。あ、虹の作り方めっちゃ来てたブログで、あるかな、虹の作り方ないかも。あ、あったあった、漢字や、漢字多分。あ、さっきもあれなんかな、漢字とひらがなではなかった。あ、法定速度というやつか、めっちゃ好き。あ、ゴンさん車ありがとうございます。へい、気の済むまで歌ってください。歌おうかな。じゃあ虹の、あ、間違えた、虹のつかり虹の使い方じゃない、虹の作り方歌います。ありがとうございます。ヘイマイティ最高、イエーイ。嬉しいね、虹の作り方めっちゃ好き。
だって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 、もうあのサビの声が出ないフラグ立ってるんですけれども頑張ります。ダッカって打っちゃったらダッカ国際空港って出てきた。どこよ。ではだってだってだっていきます。え、待って。ちょっと待って待って、違う違う、びっくりしたびっくりした、あれ何これ、ちょっと待って。あ、間違えた、たかのんさんの方やっちゃった。これもう一個上になっちゃっちゃいました。じゃあ NMB 違う、だってだってだってにしちゃいました。ではこちら。ございます。これはゆななの真似。そう、あの高野さんという方のだてだてだてを流してしまいました。ごめんなさい、ちょっと後で一回聞いてみます。カズくんありがとうございます。なんけうちでの小槌やったっけ、ありがとうございます。ゆうすけさんパチパチありがとう。ありがとうございます。え、奈良県やったっけ、奈良県出身、大阪府し、じゃ奈良県出身、高校3年生、18歳のゆななんこと早川ゆなです。よろしくお願いします。ちょっと似てへん。そう、ゆなは滑舌が悪いから、ありがとうございますが、ありがとうござります、ん、ありがとうございますみたいな感じになって、それがめっちゃ可愛い。そう、前も滑舌悪いから言われへんねんけど。見てました、そっくり、嬉しい。君のドルチェ&ガバナのその香水のせいだよ。パプリカ、あー結構あるんですね。え、なんかハート型ウイルスめっちゃランキング高い。三日月の背中は入ってなかったんか。うまい、嬉しい、もっと清めよう。そっくり、さつきさんルームから戻りました、おかえりなさい。早川プロ似た。プロプロ。高根のリンゴ、高根の高菜のリンゴって言っちゃった、高
金のリンゴ。あ、行けました。え、なんでやろ、怖い。なんかね、あ、よかった。なんかね、高根のリンゴ設定しようと思ったら再生ボタンが出てこなくてよかった。じゃあ高根のリンゴ歌います。ございます。あ、ミラーボール、あーさんありがとうございます。いっぱいいっぱい、いつもカズくんハートありがとう。夢に色がない理由、あ、じゃあ、え、もう2時間もごめんなさいね、なんかこんな長くやっちゃってあ、ケンケンさん音符ありがとう。じゃあそろそろ最後の曲、またねやりたいな、カラオケ配信。これは楽しい。夢に色がない理由とかめっちゃよくないですか。最後にない理由ありますように。なかったなかった。なかったね。まだまだ足りない。もう2時間もごめんなさいね。終わるとこやって、あ、星になってる大事なとこ、国歌も聞きたい、ね、モバメで変身したけど高値でめっちゃ生きてパフォーマンスするまいですけど、あ、見ましたよ変身。いや、なんかね、生きてるっていうかな、生きてるのは私、絶滅黒髪少女とかめっちゃ生きてますよ、もうなんかみたいな、わ、なんかいっぱいある、どうしよう。好きなんだ。ラップタイム365日、青春のラップタイム、ラップタイム初日。終わるとこやったっぽいよね、ごめんなさい。何があろう、大丈夫ですよ、ごめんなさいね、こちらこそ。青春のラップタイム歌えるかな。ちょっとね、締めはいい感じに歌って終わりたいですよねえっと、今何を調べようとしたか忘れてもったワイの好きな曲、ここ全部歌ったもんな。
三日月はねなかったんですよ。え、なんか意味不もなさそうやな。カップリング純情アンダー19365日の紙飛行機。あ、さっき見つけた気がする。オネストマン練習しますね。次の配信で歌えるようにしよう。何にしよっかな。青春のラップタイム、ま、青春のラップタイム。夢逃げもねなかったんです。あ、らしくないもいいな。夢逃げが入ってるんで、スイカベイビーさっき歌ったんです。実は南紀急戦協定、隣のバナナ、あ、隣のバナナ歌いたいあ、正義の味方じゃないヒーローも歌いたい急に出てきた、歌いたいな。隣のバナナ残った、あ、先なかったのかもう忘れてた。初見ありがとうございます。セブンティーンもねなかったんですよ。じゃあ最後に青春のラップタイムにして、そうな、バナナないの。夢でキスミもないんですよ。あ、正義の味方じゃないヒーローある。なんか皆さんが歌いっぱい歌う、歌いたいのが増えちゃったあ、めっちゃ忘れてた存在。らしくないも歌いたい。競技大会サボります。じゃあ今から皆さん、1番で終わったけど。じゃあじゃあ、ホーリーさんありがとうございます。ミラーボール音符もいっぱい、山田さん、千代ちゃん、かつらさんと、かずくん、ホーリーさん、夢にぎしかかたんさん修造さん、あ、いっぱいありがとうございます。
あ、いっぱいいっぱい。ケンケンさんもありがとうございます。いっぱいいっぱいいっぱい。おーおーおー、音符。マイヒーロー。マイやな。ありがとうございます。あ、ゆーちゃんもタコありがとう。じゃあ最後は、あ、間違えた間違えちゃった。じゃあ最後、らしくないか青春のラップタイム、皆さんどっちがいいか、アンケート機能を取ります。最近学んだやつ。あ、これ使われへんかったカラオケ配信中。ね、こんな2時間もカラオケ配信して大丈夫ですか。じゃあ両方歌っちゃう両方歌っちゃおう。どっちもじゃあ1番だけで。なんかね、締めって青春のラップタイム感強いですよね。んラッシュ、あ、もう何音してんの前ラップタイムは締め感強いから、じゃあさっきらしくないから歌いますね。赤ちゃん出てきたバブー歌います。じゃあこのままラスト、青春のラップタイム、いけー、青春のラップタイムを召喚召喚みたいなのありますよね。皆さん次が最後の曲になります。ウィルビーアイドル公演あるあるです。じゃあ行きますね。君と約束
ありがとうございます。いっぱい。たった一つの理由は好きだからありがとうございます。皆さん、本日のビルビアイドル公演は終演となります。あれを、本日は吉田あかりプロデュース七期研究生ウィルビーアイドル公演にお越しくださり本当にありがとうございます。お越しいただいたお越しいただいた皆様にファン誌のお越しいただいた皆様に感謝の気持ちを込めましてお見送り会をさせていただきますので、係員さんの指示に従ってお待ちください。それでは最後の挨拶をしましょう。危ない危ない。せーの、せーの、わー、ありがとうございました。1,2,3,4,5、ありがとうございました。あ、なんもない。クマがちょっと待ったって言って、私クマイティはやめろ。ダメですよ。でもあれがめっちゃ怖いですよね。ちょっと待ってくださいって。いつか私にも夕日が来るのでしょうか。大丈夫ですよ。パチパチ。皆さん優しい、ほんまにいっぱい盛り上げてくれてありがとうございます。ニッシーさん可愛い、ありがとうございます。で、クマイティは NMB48 卒業します。でそんなことないよってファンの皆さん言ってくださる。桂さん、クマありがとう。ありがとうございます。そう、お辞儀を揃えるのは 1,2,3,4,5 なんですよ。返信名前入れるので覚えてほしいな。余裕です。覚えるの得意なので。皆さん、こんな9時13分、2時間もやっちゃった。ありがとうございました。ほんまに楽しい、めっちゃ楽しかった。なんか公演した気分ね。最近は冠ライブで発表される方が多いからちょっとねドキドキしちゃうけど、なんか今日ほんまにめっちゃギフトいっぱい投げてくださって、もうこれ 100位まで出てるから100人ぐらい読みたい気分やったんですけど、いつも通りね、13位から読ませていただきますね。じゃあギフトを読んでいきます。では13位、あ、これあれか、キロット、よし。耳がすっきり。何曲歌ったんやろ。何曲歌いました皆さん。私ちょっと分からへんね。配信見てくださいとかもちょっと怖いか。もう終わってしまうのか。今だ、なんで今なの。嘘嘘。なんか学校とかお仕事かな。お疲れ様です。また絶対やるので。楽しい、めっちゃ楽しいカラオケ配信。あ、そう、ランキング読もうと思ってて。じゃあ読んでいきます。13位、鈴鹿ちゃん、ありがとうございます。早く喋りたいね。で12位、クレパスゆうちゃんさん、ありがとうございます。え、クレパスはそんなに好きじゃなかった、手が汚れるから。で11位、末広さん、ありがとうございます。そして10位、かぼちゃなかずさん、ありがとうございます。お話し会楽しかった、今日ありがとうございますね。8位、ゆうすけさん、ありがとうございます。次はいつかのお話会あるかな。そして8位、かつらさん、ありがとうございます。今日もお話会ありがとうございました。7位、山田さん、ありがとうございます。嬉しい、メールの返信見ましたよ。6位、けんけんさん、ありがとうございます。どんぶらこどんぶらこ。5位、ホーリーさん、ありがとうございます。今日お話し会もありがとうございました。4番、ゆいとくん、ありがとうございます。お話し会は来週ですね。
3位ちよちゃん、あ、そうやそうや、かっこいいやかっこいいやお話し会もありがとう。今日は3位、あ、インカラオケ、カラオケ、何書こっかな。じゃあパン書こう。カラオケ配信パンが好きって話したから、ありがとうちよちゃん。そしてそしてそして2番目がゴンさん、ありがとうございます。ゴンさん最近メール取ってくださりましたね、嬉しい。ゴンさんは何書こうかな。ゴン、ゴン、キツネ。よいし、マイク、ありがとうございます。そしてそして流行る1位が夢逃げしか勝たん、これ夢逃げしか勝たんでいいのかな名前。ちょっと待ってくださいね。夢逃げしかか勝った、ミラ、お、少々お待ちくださいね皆さん。これコート夢逃げしか勝たん、かっこ、あ、あさん、いつもミラーボールありがとうございます。いっぱいマイク、ありがとうございます。お待たせいたしました。もっとねホワイトボード書く時間早くなったらいいんやけど、今日5000人の方も、やった、ちょっと恥ずかしくて。そう、今日カラオケ配信やったんです。またしますね。じゃあごめんなさい、なんかあれしちゃって、2時間もしちゃって、勝つの字が不安、何が、あ、力よ。まあこれはこれでいいですね。敬礼、ちょっと前髪が。ありがとうございました。楽しんでもらえたら嬉しい。ありがとうございます、こちらこそ、ほんまに。じゃあ皆さん、あ、日にちのスクショ、ナンバトルの動画 YouTube に上がったので、嘘、ナンバトルの動画、え、どんな動画やろ、ナンバトルの動画、ナンバトルの動画、ナンバトルの動画だと。じゃあちょっと見ます、夜ご飯食べながら見ます。お腹すいたぜ。今日はね、皆さん110番の日らしいですよ。なんか110やから110番らしい、そのままか。よし、パトカー、
ありがとうございました。密着メンバーインタビュー、お、インタビュー前映ってんのかな、それ前何言ったっけ。ありがとう、あった、よし、ありがとうございました。皆さんも楽しかった。ショートケーキの日はいちごの日、あ、違う、いちごの日違うか。逮捕しちゃうぞ。ありがとうございました。2時間もほんまに楽しかった。またしますね。バイバーイ皆さん、明日祝日楽しんで、バイバーイ、ありがとう。